昨日発表された今年の漢字は税でした。これを受け三日月知事は今日の定例会見で交通税の議論を進めていきたいとしました。今日の定例会見冒頭三日月知事は。昨日京都市の清水寺で発表された今年の漢字が税であったことに触れました。いろんな思いを持って。えー、拝見しました。そうかと思って。 まあ、滋賀県でも交通ビジョン、議論をして、そのビジョンを実現するための、えー、負担分担、えー、考え始めて、それを例えば交通税というものに求めた場合、どういうことになるのかっていう議論を始めてますので、えー、そういう議論を精力的に進めていきたいと、改めて思いました。またきょうの会見では、琵琶湖博物館が行っているクラウドファンディングについて発表しました。 想定をはるかに上回るスピードで目標の500万円をおかげさまで達成いたしました、えー、ご支援いただいた皆さんに感謝したいと思います今年2月にビワコオナマズを展示していた大型水槽が破損する事故があったビワコ博物館ではその後水族展示室のシンボルとして親しまれているトンネル水槽でも 小窓に複数のひびが入っているのが見つかり、先月十五日から来月三十一日までの予定で五百万円を目標としたクラウドファンディングを行っていました。予定の期限まで一ヶ月半以上ありますが、今月十日の正午時点で目標を超える五百十九万五千円が集まったということです。また博物館では。 他の水槽でもアクリル交換が必要となっていて、希少な淡水魚を臨時で小さな水槽に入れ展示している状態です。このため、よみがえれ日本の淡水魚コーナーの再生を目指し、1000万円を次の目標として、引き続き予定の来月31日までクラウドファンディングを行うということです。 妊産婦や新生児の死亡率の改善に向けてアフリカの医療従事者らが今日県庁を訪れ滋賀県の取り組みなどを学びました今日県庁を訪れたのはセネガルやカメルーンなどアフリカ8カ国の医師や助産師など合わせて9人です一行は JICA= 国際協力機構の協力を得て来県したもので妊産婦や新生児 乳幼児の死亡が深刻な問題となっているアフリカの女性と子どもの健康改善を目的としています滋賀県では2017年から研修の受け入れを行っていて一行迎えた大杉住子副知事は研修を通じてアフリカの女性の健康と子どもたちの健やかな成長を願うなどと述べ成果に期待を寄せました このあと研修会では滋賀県の母子保健、周産期医療や滋賀モデルと呼ばれる防災と保健・福祉の連携促進について講義が開かれました。 mais également sur l'organisation aujourd'hui des services au niveau de la pyramide des soins. Ça nous permettra de voir, nous, à notre niveau, comment on est organisé et quels sont les axes vraiment d'amélioration, en tout cas sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour améliorer la santé de la femme et des enfants à tous les niveaux de la pyramide sanitaire au niveau de nos pays. 前原市は外部からの不当要求から職員らを守ることを目的とした支援協定を市が弁護士会と締結しました。こうした協定を結ぶのは県内の自治体では初めてです。締結式は先月市役所で行われ、前原市の平尾道夫市長と市が弁護士会の中井陽一会長らが協定書を交わしました。 米原市では2019年に生活困窮者への支援を担当していた当時の職員が相談に訪れていた男性からの理不尽な要求によって精神的に追い詰められ男性を包丁で切りつけるなどして逮捕された事件があり再発防止に向けた取り組みが課題となっていました。こうした事態を受けて前原市ででははは今年4月、同様の不当要求には職員1人ではなく、 組織として毅然と対応することなどを定めた条例を制定しました今回の協定はこの条例の実効性を強化するため締結されました職員を守っていくとそして職場を不当要求にしっかりとこう跳ね返せるそういう職員力を市,市役所の即時 組織力を高めていくということに今回の協定がなるものと信じるところでもありますし協定締結により今後、市が不当要求を受けるなどした際には市が弁護士会が速やかに法的助言を行うなどの対応をするということですなお、前原市では今年に入って先月末までに窓口で大声を出すなど不当要求の恐れのあるものが 七件確認されているということです。正月こと始めの今日、大津市の大神神宮では門松の飾り付けが行われました。門松の飾り付けには神社の氏子らおよそ十五人が参加し、拝殿でお祓いを受けるなどした後始められました。作業は大神神宮のシンボルとも言える朱塗りの楼門で行われ。 境内から鉢に移されて運ばれた高さ4メートルの松2本に、青竹や葉牡丹、南天などが手際よく飾り付けられていきました。門松は楼門の左右にそれぞれ1つずつ置かれ、作業は30分ほどで完了しました。来年の江戸は木の絵立つところでございまして、バウンブズが生成発展するという年島になると思います。そういう意味において皆様方が、 なに一年一年を、良いおとして、お迎えられる、まあ飛躍の年となられますように、大みじんごといたしましても、お祈りを申し上げているところでございます。門松は新年十四日まで飾られ、三が日で十五万人といわれる大みじんぐの初詣客を迎えます。クリスマスシーズンに向けて、森山市の特産品、森山いちごの出荷が、今日から始まりました。 森山市の J.A. レクシガには今日箱詰めされた森山いちごが運び込まれました。森山いちごは森山市の特産品として1991年にブランド化されたもので、肥料を外に流さない少量土壌培地法で育てられるなど滋賀県らしく環境に配慮して作られています。品種はいろいろありますがクリスマスシーズンの12月中は 大きくてジューシーな秋姫が中心で、今日は2セット入り9箱が出荷されました。生産者によりますと、今年は夏の暑さでイチゴの成長が1週間から10日ほど遅れているということですが、甘さや形、風味は例年と変わらないということです。春の苗作りから今年は非常に苦労しまして、 まあそのあの荒波の中を越えてきて、なんとかあの皆さんに誇れるようなおいしいいちごに育っておりますので、どうぞ皆さん、召し上がっていただくようよろしくお願いいたしますなお、森山いちごの販売は贈答用のみで、森山市内の j l x 滋が,が運営する直売所、大民地の専用ダイヤルにて受け付けています。